と一応ですね、バイアスの調整まで行いました。でそれで、スピーカーからの音出しチェックをしたんですけども、どうもスピーカー保護リレーの接触が悪くて、ちょっと音がかすれてしまいます。で現象的には、まあ、一応ですね、スピーカーエンディスレクトしてここ電源を入れますと。で、はい、今リレーが入りました。これで音量を上げていくんですが、ちょっとこんなかなか音ですね。で、ちょっとこう音がかすれてしまうんですね。こうですね。今音がちゃんと出るようになったんですけども、はい、ちょっと接触が悪いみたいですね。リレーの接点の。この状態で切り替える一回スピーカーをオフにして、でまたスピーカー入れます。で音がちょっと出ないですね。こんな感じでかすれてしまう。で、L チャンネルからはちょっと音が かすれてしまうんですね。こちらがですね、R チャンネルですけど、こうかすれて、今ちょっと正常になりましたね。ちょっとこう接点が接触が悪くて、あの音がかすれてしまうので、今日は、リレーを外して、接点を掃除したいと思います。はい、じゃあ早速始めます。こいつですね、中にあるこのリレー、こいつを外してですね、接点をちょっと磨きたいと思います。はい、リレーを外しました。なんですね。で、まあ、こう、はい、外してます。ちょっと外すのだいぶ苦労しました。このスピーカーのこの端子を外さんとリレーが外せないという非常にメンテしにくいものでした。で、リレーは、オムロの GTZ ですね、 22PUS というので、DC24V の 2000V ということで、まあ端子の速さこうですね、まあ、こういった、4番と5番に、まあ、電源、まあ、極性があるようです。で、この間が、まあ、コイルの電源が入れば1番3番2番6番が導通するんですね。でちょっとカバーをこじ開けて、まあこういうですね、ここに接点ですねがあります。でこれが、コイルに電源が入ればこうバチッとこう引き寄せられて、まあ導通するといったものですね。反対側もこういうものですね。でここの接点のところを磨いていきたいと思います。これもですね、はい、はい、じゃあ始めていきます。もう一つの
手を外しました。FRL の264 D024 コイル電圧 24V で設定は4で設定ものです。これがこうですね。ので書くかな、こうですね。24V です。で外したのは9番と5番、まあ、10番、6番、11、17、18と、まあ、これが導通するようになった感じです。で、中は、まあ、こういったものですね。コイルに電圧入るとこ、これが動いて、動いて、まあ、こことこちら側とこちら側と通するような形ですね。で、これをテスターで導通を調べます。ちょっとこいつもやっぱ接触が悪いみたいですね。ちょっとまあ一つの設定を見てみますと、こうその接点が多分悪さをしているでしょう。多分ですね。あ、ここはよく入るな。こっちはいいですね。最後側がちょっと入り悪いですね。どうとも。ということで、まあ一旦掃除します。はい。はい、こんな風に、このスプリングを外して、動かしました。こう、
とですね、ジョギレン戻しました。しまったんだけど、今度はどうか思ってるで。